はい、皆さんこんにちは、なつきです。今回はリアルな肌の描き方解説ということでですね、前回中谷美紀さんを描いた時の絵の、メイキング動画をもとにリアルな肌の描き方を解説したいと思います。いつもはとても早い倍速にしてこのメイキング動画を YouTube にアップしてるんですけど、今回はなるべくこの本物のスピード、実際のスピード0倍速っていうので、1倍速でお届けできたらなと思っておりますので、ちょっと動画10分前後になるちょっと長い動画になりますが、ぜひ最後までお付き合いください。鉛筆でリアルな肌を塗る時の、皆さんがきっと知りたいであろうポイントって、どうやって広い範囲の肌を塗らなく塗ることでやったりするんじゃないかなと思います。今回は肌の描き方についていろいろ説明していくんですが、広い範囲の肌をどうやってムラなく描くか塗るかっていう描き方に重点を置いて説明していきたいと思います。でですね、肌を描き出す前に塗り出す前にまず皆さんに確認していただきたいことが一つあるんですが、これができていないと、確認できていないといつまでたってもムラなく塗ることができない、とても大切なことなんですが、下敷きに何を使っていますか？絵の下敷きですね、紙の下敷きです。僕はシナベニアっていうベニヤを使っています。で、ちょっと厚口のボードに書かれたりとか、もうそもそもキャンバスに書いているって方は、下敷きっていうのはそんな意識しなくていいポイントなんですが、だいたいコピー用紙に書いたり、僕みたいにペラペラの A4 の剣都市に書いたり、それ以外画用紙に書いたりって方は、下敷きというか下に何の上に紙を置いて絵を描いてるかっていうので、その鉛筆って結構硬いペン先、芯の先で描いてるんで、とても重要になってきます。できるだけ凹凸の少ないツルツルな下書き、下敷き、僕の場合はシナベニアって言ったんですけど、木、テーブルの上に紙を置いて、なるだけ塵を、ゴミを取ってから紙を置いて絵を描いてください。じゃないとさーっと塗った時にその下の例えば凹凸だったり塵、ゴミっていうのが浮き上がってきちゃうんで、鉛筆で塗ってそこだけやっぱり硬さが違うんで、紙のバーって塗った時にそのゴミの形がくっきりと浮き上がってしまうんで、それはもう本当にムラになります。もうなんでここに塗っててムラできるんやろって思ったら、実は下がやんわりと盛り上がってたりとかってことがあるので、まずここが本当にツルツルな表面の上で描けているのかっていうのをチェックしてください。で、今ほっぺたを2層目塗っているところですね。下地をはじめに 2HB あたりで柔らかく塗って、コットンで何度もこう慣らしてから、今 B や HB あたりでも今2層目を塗っているところです。この後顎の部分を同じ工程でまた描いていくので、その時に下地から説明していければなと思っています。今ちょっとね、まぶた、まつげの影を描いているので、肌の描き方ではないかなと思いますけど、今下まぶたですね、ちょっと肌を塗ってみて、この目の周りの皮膚とのコントラストの差があったので、今ここで修正しています。ここで下まぶた、顎始まりましたね。はい、今下地を塗っています。なるべく鉛筆の振りのストロークを長くします。短くサッ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 と塗っていくと、今そうちょうど止めますね。はい、ちょうどここですね、この緑の丸の部分なんですが、口側の方の肌を塗った時と耳側の方の肌を塗った時のちょうど2つが混ざり合ったところに、ちょうど濃くラインが浮かんじゃってます。今描いてるこめかみの下地に関しては、そもそも塗る範囲が狭いので、この1回のストロークでこのこめかみの範囲全てを覆えてるんですね。なので今みたいな2回に分けたつながりラインってのが、生まれてこないんですけど、さっき黄緑の丸で囲ったところ、今ちょうど塗ってるところですね、は2つの筆圧が混ざり合っちゃってるんで、ああいう現象が起こります。なので今こう綿コットンで少しでも見えなくするようにぼやかしています。じゃあぼやかす工程を省くために、そもそもああいう風に筆圧を変えずに描けばいいじゃないかって話なんですけど、それは本当に至難の技なので、逆に後でこういう風にぼかしてラインを消せるように柔らかく塗っておくってことが大切です。あそこである程度筆圧をかけすぎて塗ってしまうと、
消すこと、ぼやかすことがとても難しくなってきちゃうので、まあ、下地っていうのはあくまでも本当に柔らかくふわふわふわっと塗るイメージで下地を乗せています。で、今こめかみの方から2層目を塗り出していますね。これは HBB2B あたりを使用しています。まあ、ここでもまたねちょっと2層目になって筆圧が出てくるとラインってのが生まれ始めちゃいますね。このオレンジの丸の部分はわざと作っているラインじゃなくて、これはコントラストの差なので、まあ、ほっぺた、まあ、頬骨とほっぺたの光当たっているところで生まれた影を描いているのであれでいいんですが、緑の丸の中のラインっていうのは、まあ、狙って作ったものじゃなくて下地を塗る段階、2層目の段階で生まれてしまったラインなので、これは消さなければムラになってしまいます。まあ、そのムラを消す前に今この描いている僕は次ほっぺたの第3層目にを先に描こうとしていますね。でこれ3層目はですね、もういよいよ毛穴だったり、まあ、ほくろがあるならそういうのを描いたりっていうのになってくるので、とても繊細な作業になってきます。まあ、この中谷美紀さんモチーフにしている写真はもう肌がとてもツルツルだったんですが、まあ、若干その今描いている側のほっぺたの鼻寄りのところに、まあ、毛穴があったので、それをまあ光で描いています。その毛穴をあんまりこのぼかしすぎて消しすぎないようにキープしながら、でまたこうですね、消した後ぼかした後はこう練り消しを使ってもう一度毛穴の復活をさせています。ペン型の消しゴムを使ってこうトントントンと描くイメージで、でまたぼやかして、でまた色を消しての繰り返しですね。でずっと手をつけていなかった顎の付近の肌の第2層目を今塗っています。まあこれもまあ下地って感覚で塗ってますね。さっき言ったそのラインっていうのをこの段階で消しています。でもともと塗っていた口周りの暗い部分の皮膚と今新しく塗った部分っていうのの明るさの調節をしてうまいことなじむように今塗っています。でこめかみの部分のさっき言ってたラインも今消しゴムでこうラインをトン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 と抜いて少しでもムラがないように今調節しています。ムラができてしまった時の対処法として大きく2つあるんですが、まず1つはさっきやってたみたいに消しゴム、まあ、練り消しですね。でそのムラを本当にミリ単位で色を抜いていく、トン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 と抜いていって、まあ、とっても骨の折れる作業ではあるんですが、でそれ抜いた後も綺麗に抜かないと結局その抜いた後がまたムラになっちゃうので、まあ、今たまにトントントンってやってるやつですね。この映像の中で練り消しを使う、これです、これ今やってるやつなんですけど、抜いたところがまたムラになりかねないので、まあ、ちょっと難しいです。でもう一つはもう最後の必殺技みたいな感じなんですが、そのムラ、まあ、濃くなっちゃった部分に合わせて色を塗り直します。そのムラを消したいならそのムラになっちゃった黒い暗くなっちゃってる部分の暗さで周りを塗っちゃえばそのムラは埋もれて消えたようになるので、ただそれをあまりしたくない、おすすめしない理由は、それをしちゃうとせっかくそこまで積み上げてきた絵全体のコントラスト、光のバランスっていうのをもう一度考え直さなきゃいけなくなっちゃうので、あまりおすすめしません。でここまで来るともう第3層目ですね、もう最終層と言っていいと思うんですが、まあ、いよいよ肌の質感を意識してペンを鉛筆を進めていきます。まあ、僕今これ使ってるの結構濃いです。 4B を結構寝かせてザラザラっとした表現をしています。まあ、ツルツルっとした肌なんですが、まあ、毛穴が、まあ、本当にあまり見えなくて、この辺りはツルツルっとしたように見えるんですが、結局毛穴がなくても肌の質感を表現するために結構粗い鉛筆の粉を落としてくる的なイメージでさささと柔らかくふわふわと 4B、5B あたりを塗っています。このあたりの作業では本当にふわふわっと塗るのが一番の理想です。ここで結局また筆圧を立てて、筆圧をかけて肌の色を調節したりとか肌の質感を描いているっていうようじゃ結局下地をしてきた意味があまりないし、まあ、それをしちゃうともう結局なんていうんですかね、小手先でやった感みたいなのが出てきちゃいますね。なんかちょっとチープになって、なんか終わり良ければ全て良しなとこもあるんですが、まあ肌に関しては柔らかいものなので、やっぱり柔らかい筆圧で柔らかい印象を与えるために、そういったイメージを持って描くために
下地からちょっと考えて塗っていくのが大切です。このチャンネルではですね、主に鉛筆側になってしまうんですが、まあ、絵の描き方解説っていうのを、まあ、描いたメイキング動画に合わせて解説しています。でこの、まあ、中谷美紀さんを描いた、まあ、フルバージョンのそのメイキング動画っていうのも投稿していますので、そちらの URL 説明欄に貼っておきますので、また気になる方はチェックしてください。で次は、ピンボケの表現ですね。そのぼかしてものを描く、ピントの差をつけるっていう表現の仕方であったり、まあ、そもそも人をそっくりに描く方法っていうのも紹介していきたいと思っていますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では